アリス・トライオン・アリス・フェイバート・トライオンは、アメリカ合衆国の植物学者である。シダ植物を専門とし、胞子の表面パターンを用いたシダの分類と、多様性の研究や、イノモト総科の研究などを行った。ウィスコンシン州のミルウォーキーにおいて、アリス・エリザベス・フェイバーとして生まれた。ミルウォーキー州立市販学校で学んだ。1945年に、シダの研究で、 ウィスコンシン大学で修士号を得た後、1952年にワシントン大学で博士号を得た。夫となるローラ・ミルトン・トライオンと共著で、シダの講師の多様性を研究した、スポーズ・オブ・ザ・テレディファイター、サーフェイス、ウォール・ストラクチャー、アンド・ダイバーシティ・ベースド・オン・エレクトロン、マイクロスコープ・スタディーズを出版した。AF ・トライオンは、植物の学名で命名者を示す場合に、 アリスフェイバートライオンを示すのに使われる。ありがとうございます。